スイちゃん銀魂全部見てたの？スイちゃん銀魂はそんなに見てないかも。ストーリーは知ってるけど気になって。プリキュアとか見る？プリキュアとか見るね。プリキュアのまたかよって思うかもしれないんですけど、プリキュアの新作のデリシャス？デリシャスだったっけ？またショタか。違うってだから。ショタじゃないって。少年だから。少年、そうそう、デリシャス、デリシャス、デリシャスに出てくる男の子がかわいいやって、マジでかわいい、ほんとにかわいい。名前忘れちゃった。何くんだったっけ。やい、ショタコ。ショタコじゃないの。ちょっと見てみて。あれショタじゃなくて少年だから。よく見たら、よく見たら、そうショタコンじゃねえか。違うって。たくみくん、何くん、ショタくん、ショタくんじゃねえって。たくみくん、たくみくんかな。なんかたくみくんな気してきた。たくみくんかも。めちゃめちゃかわいい。でもね、私が一番ね、最強だと思ってんのは、リオくん。プリキュア、アラモード。プリキュアになりたかった男の子。犯罪はやめてね。なんかね、よく言われるんですわ。ショタ好きなの？犯罪やめてね、みたいな。そんな現実世界の少年とかショタには、そんな興味ないですから、あんたたち。わかる？あんたたちさ、だからさ、なんて言ったらいいんだろうね。例えばなんかさ、ちょっとエロゲなさ、ラノベ系アニメとかあるじゃん。あれ見てさ、犯罪起こさないでねって言われてる気分だからね、こいつら。違うから、動揺してる。してないからしてないから。分かってた。動揺のミスじゃないよ、これ。怒りのミスだから、これ。そこは全く興味ないと言ってほしかった。どういうこと？図星だったか。図星か。まあ、いいか。もう。よいしょ。スイちゃん、俺は分かってるよ。やべえ、全然分かってなさそう。全然分かってなさそう。もうめんどくさい。そう、諦めちゃった。めんどくさくなっちゃった。なんか、そら、ほら、なんか否定すれば否定するほどさ、はいはいってなっちゃうじゃん。やめた。俺は物分かりのいい女だ。よいしょ。おいおいおい、てめえこの野郎。あ、ちょ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 、ねねえねえ、ストップしてくれ。てめえ殺してしまおうか。絶対全員殺してやる。